米軍住宅とは、在日米軍の軍人軍属及びその家族が居住する目的で建築された住宅。中流軍の敷地内に建てられたものと、基地の敷地外に民間の手によって建てられたもの双方を指す。米軍ハウス、外人住宅などとも呼ぶが、その場合は日本に返還され一般人のように、供されているケースが多い。アメリカ軍では、 ディペンデントハウスすなわち、不要家族住宅と呼ぶ。1945年に大日本帝国が第二次世界大戦で敗戦し、アメリカ軍やイギリス軍を中心とした GHQ による日本の占領が始まると、その治安及び社会システム再構築のために、大量の軍人や軍属が日本に常駐するようになった。そうした軍人の中には、日本国内が、 比較的平穏に治安されていることもあって、妻子を呼び寄せ家族ぐるみで、日本に住まう者も,も少なくなかった。高級商工は主に家族や資産家の様式住宅を接収して住んだが、一般には、旧日本軍基地跡などに、小建ての住宅群が建設されここに住んだ。その中心となったのは、最も多くの自民を日本に送り込んだアメリカ軍のもので、 これら家族向け住宅はおおむね80平方メートル100平方メートルクラスの木造平屋建てもしくは2階建てで数十個から数百個単位の外区として建設され余裕ある街づくりがなされリトルアメリカとでも呼べる風景が広がっていたこれらの地区は全体が関係者以外立ち入り禁止のフェンスで覆われており大きな住宅地区ではそれ 自体に PX、レストラン、学校、映画館などの諸施設を有し、独自の上下水道と浄化層、さらに括弧には、セントラルヒーティングをも完備していたことで軍人の家族が何、不自由なく過ごせる環境が整えられていた。学校のない地区からは、ある地区へのスクールバスが運行されていた。こうした住宅は、特に、日本が、 朝鮮戦争の兵坦地として機能した1950年代前半にかけて多く利用された。しかし、日本が主権を回復し、さらに朝鮮戦争が集結し、アメリカ軍やイギリス軍を中心とした連合国軍の占領規模が縮小、集約されるにつれて、旧軍敷地そのものが多くは自治体へと返還され、これによって付随する住宅も取り壊されるか。 権利上の諸問題で廃墟として残存するケースもある。沖縄においては、本土の基地縮小とは逆に、日本の主権回復後も基地機能が拡大されていった。増加する、米軍辞任を収容するための住宅需要が高まり、民間投資によるアメリカ人向けの大規模な土地造成と住宅地建築が行われた。現在も、県中部の宜野湾市。 北中臼区村、沖縄市、うるま市、茶丹町、読谷村、嘉手納町などには多数の外人住宅が存在し、新築物件には主に高級士官、古い物件には下級軍人や軍属及び日本人が居住し、独特の街並みと地域社会を形成している。沖縄の外人住宅はその気候的特性により、早い時期から、 鉄筋コンクリート作りとされ、また、集合住宅の形態を取るものも多いのが特徴である。池子住宅地区の高層住宅池子住宅地区の低層住宅現在も日本国内には高層化されたものも合わせて1万個近い米軍住宅があるとされている。こうしたものは日本の思いやり予算との絡みや敷地変換を要望する自治体との圧力などが 大日米軍問題の中でも多く話題に上がる状況となっている。土地ごと返還された住宅の一部には立川基地跡地のように取り壊されず現在も居住に供されているものもある。その日本離れした外区のイメージとも相まって不動産物件としては独特の人気を得ている。ありがとうございます。